皆さん、おはようございます。マーティン、デアーのミャクルバー、キンです。今日は地形の名字、どんどん言います。山辺。山だった山中、山内。山内は全国に多いです。山中は日本、西日本に。山下。あとは、山元。山根、ね。これ、便利です。根西、これ、山のふもとですね。はい。あとは、山田鉄と山田、はい。山田トップ10入ってましたっけちなみに山田。12位でしたね、12位。山田。山川。 山の川、山村、住んだ人、石山、平山、あとは鳥越、山口、山の入口、山崎、山崎、あとは峠、小峠、なんでなんや、あい、失礼ちゃうや、タオ、バイキング小峠さんのものまね似てないですね、川、あとは川合、いろいろな川合、落合、落合もいたね、はい。あとは川田同じ川だ、読み方が違う、川田。 石川県は川田と読みますね。川崎。あとは海老原。海老を見立てたんですね。川の曲がった部分、海老原。鶴。こういう鶴ですね。鶴川。鶴。鶴直人の鶴ですね。あとは川辺。あとは、いますが、川本。いろいろいますね。はい。豚。中田西豚。田口。八千。矢野。八つ。いろいろありますね。 津土手。土手は西日本に多いです、意外と。砂内、利根川河口に多い名字。川口ですね、はい。沢と滝、沢村とかですね、沢、小沢、ええー、小沢もいますが、大沢、大沢、広沢、勝美さんですね、沢部。あとはまあ、滝、滝口、滝村、滝山。 あとは沢村で行ったね、とどどきという字もあります。ということで、地形の名字、山川沢で先でした。バイバイ。